はいどうもアイリスラーメンの山口ですまだちょっとね喉の,の調子が戻ってないので、えー、声がガラガラですし咳が出る時もありますのでそちらの方はご了承くださいではね本日も「クモラビ」やっていこうと思いますで、えー、今ね交換所こちらの仲間のガチャがレベル10に。 なりました仲間ガチャレベル10になりましたじゃあレベル10ってどんな感じなのかっていうのをね見ていこうと思いますえちなみにまず仲間がねこんな感じですはいここまでねゲットしておりますよなかなかに下の方はゲットできてないのでレベル10なら1体ぐらいなんか出てくるんじゃないかな何でもいいから出てきてほしいな持ってないキャラクター えーという感じでね回していこうと思いますでは仲間ガチャレベル10いけーさあ持ってないキャラクターはいなそうだなこの光ってるのってなんだろう HR だから光ってんのかフェイかわいいなはいはい持ってますねいけーおおお この光り方すごい。SSR、ヤーナ。ヤーナさん結構出てるからさ、あの、戦いにも出てるので、めちゃくちゃ使えるキャラクターですよね。回信率、回、え、信、ー、がプラス10%という感じで特殊ですね。いけいは新キャラ出なす。あえっと、誰だっけフェイ、フェイだ。フェイの、えー、人か人かですね。 とこいつは持ってるホーキンあ持ってるなみんな持ってるぞいけいおなんかこいつ持ってなさそうあ持ってたグレータータラテクト岡ちゃんはいもう一丁い,いけいこの人も持ってんなサーナトリアえー、魔族具 魔族軍団はいはいはいもう一ょいけいうわレベル10でもなんか持ってるやつしか出てこねえなおこいつはダラド持ってるここらへんも、えー、国王を魔法担当持ってますねいけい レベル10でもそっか。なんか、レベル10だといいやつ出んのかなって思ったけども。そうでもないな。結構ここいいの。出てお、おれーでもあれか、SR たちだもんな。いけい。うん、持ってる。いけい。わー、まじか。 持ってないやつが出てこないな。よし、次でラストだ。いきまーす。お、フェイ。このフェイが一番好き。かわいい。はい、という感じで。まあ、あの、レベル10になったので、いろいろと。 え何回か回してみましたやっぱねここら辺当たんねえなーなんかイベントで解禁されるやつかなまだ出てないとかそんな感じなんですかねはいという感じで自動強化していこううわすげえ一気に上がったで自動編成も変わるかなせーのトンあれ変わんない わないはいという感じでね、えー、レベル10仲間ガチャがレベル10になったのでやってみましたという感じの動画でしたこれで見れるのかなレベル10のあこれでわかるじゃん UR とかは全然出ないね確率どんぐらいで1213えー、UR15 レベルマックスなのに0%まだ 出ななない設定なのかなはいこんな感じで15レベルだな次15レベルになって LR 出るまでやってみようかなと思います。はいという感じで今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。